はいどうもこうまです。シティーズスカイライン実況を続きやっていきたいと思います。はいこちら前回建てた宇宙エレベーターですね。さあ今回もモニュメントをちょっと1個は建てたいなと思ってるんですけれども、並行して、久々の街づくりをまたやっていきましょうか。前回は水の対応だけやっちゃってましたからね。ちなみにここも前回すげえ勢いで取水施設を建てましたけども、ちょっとあんまり建てすぎてもね、維持費かかるしっていうので、一旦適宜減らしました。これでもなんとかね、頑張ってくれてるっぽいので、一旦ちょっとこれで様子を見たいと思います。今こんな感じですね。まだ海底、水抜いたところ全然開発してないんで、手をつけていきましょうか。この辺りかなぁ。ノークレームノーリターンとモテルハウス町のこっちの方、この辺りちょっと作りたいですね。住宅と商業かな。なんかすげえデコボコしてんな。ちょっとこのデコボコきれいにしましょう。いいよ。オッケーきれい。で、波力発電所。波力とは一体。じゃあ、道をどっから繋げるかですね。ここのところからまっすぐ延長で引いてこっちに持っていこうかなとも思うし、それだけだとでも多分集中、渋滞しちゃうんで、労働するとこの辺りからも伸ばしてあげるといいのかな。ノークレームノーリターンのところから。ここは橋になっちゃうか。まあ、しょうがないね。から、ここら辺。どっからつなげるのがいいのかな。まあここかな。今ここそんなに使われてないからね、いいでしょう。ここつなごう。おっとモノレールが邪魔。あいけるこれ。あこれいけるね。これでいいじゃん。はい、この辺りどうするかな。交差点じゃなくてここも普通に曲線でつないじゃえばいいか。まあいい具合になだらかな曲線にしたいよね。スピードが落ちないようにね。微妙多少スピード落ちるかな。まあいいでしょう。まあいいね。こういう何もないところに道だけ引くとなんかこう夢が溢れる感じで、住宅と商業はの間に公園かなんか挟むといいよね。大型遊園、小さい遊び場、メリーゴーランド公園、並べるよ、バルーンキャッスル公園、植物園、あ、でかいな植物園、ドッグラン、めっちゃ並べる。おー、いいね。ここすごくない？木々溢れる感じ。子供大喜びだよ。いや、これはちょっと住みたいよね。近くのマンションとかね。いい。そして上の方を住宅街にします。なんか一気に作るとやっぱり高齢化の波も一気に押し寄せるから、ちょっとずつ作るとねいいですよってなんかどっかで見た気がする。つうかむしろRCI メーターの居住需要、緑のバー、あれがほとんどない時に先回りでもう住宅街作っちゃうんだって。区域を。そうすると、需要も一気にドーンと上がるわけじゃなくて、ちょっとずつ増えていくから、ちょっと増えるたびに、住宅に人が入ってきて、年齢がバラバラになる。一気に死ぬことがなくなる。らしいので、ちょっとそうしたいなーって思ってます。火力発電所邪魔だな。これって、妨害あるの？あ、めっちゃうるさいじゃん。めっちゃうるさい。ちょっとごめんね。ありがとう、今まで。全然感謝の気持ちがこもってない言葉でしたけど。ここに商店街。行きましょう。はい。最初は低密度これだけにしとこうかな。いいね。立つね。いや、ここはちょっと住みたいもん、俺も。モノレールも引きたいんだよね。モノレールじゃない。ケーブルカーか。ケーブルカーもちょっとね、この高台から下に下ろしたいんだよな。ケーブルカーって結構騒音が確かなかったっけ。これがちょっとね、電気ないっつってもほら結構騒音あるんだよ。これがね、あれそこ電気通ってそうで通ってないの通ってないんだ。はい、さあじゃあちょっともう一つモニュメントを追っ立てますか。次はなんだ。次はこれエデンプロジェクト出ました。散々汚水で苦労したけど結局これ立てれば汚水意味ない。ちょっとこれ最後にしようこれせっかく今頑張って汚水除去システムを構築したからもうちょっと我慢しましょう。はい、じゃあ次はこれかな。核融合炉。これって発電ってことかな。星々の力が手に入りエネルギー問題解決します。なるほど、発電所いらなくなるんだ。税務署を建設する。作っていきましょう。あった、税務署。18000。税務署が近くにあって喜ぶのって、やっぱり商業かな。ノークレームノーリターン商店街のとこに置いとこうかな。税務署です。天文台。あ、番外編で建てた気がする天文台。やっぱり高いところがいいよね。天文台だからね。星を見るんだから。空に近い方がいい。報復効果の恩恵が全然ないけど、生きては帰れん島に。はい。囚人を監視するかのごとく。生と死の噴水。公園っぽいやつだよね、確かね。これだ。3万。ああ、いいですね。広い。範囲が広い。嬉しい。イエガーミッチェルのこの辺りとか作りたいな。よっ。前衛的。科学館。はい。世紀末シティ Z でも作りましたね、科学館。科学館も、騒音狭いね。ホットハイマーあたり本当はちょっとなんか置いてあげたいんだけどな。この、防水壁いらないよね、これね。これ切っちゃおう。幸い近くに住宅はないから。相変わらずご立派でらっしゃる。いいじゃん。学校の真向かい科学館。これははかどるよ。出た！マム！近代美術館。これも騒音狭いね。優秀。じゃあ素直に立ててあげようか。この辺りちょっと横道広げて立ててあげたいな。ちょっと住宅近すぎるかな。あ、大丈夫。すごいね。よっ。あ、いいっすね。マムプラザ・オブ・ザ・デッド。なんか死の天使みたいな中二っぽい像が立ってるやつでしょ。おーいでもちょっと心くすぐる。じゃあこの辺りかな。はい、買い物中毒のところに持ってきましょう。買い物しすぎるとこうなるよみたいな死の天使が迎えに来るよみたいな。さあ、お、やった。意外とでもモニュメントって余裕だよね。施設のアンロックさえできれば、アンロックが難しいんだよね、いろんな条件あって。それさえできれば、いけますね。でも、超高えな。100万ドルか。ってことは、原発もいらないってことだよね、もうね。大きさはいや、でも原発と同じくらいでいけそうな気がするね。じゃあ原発壊して、作ろう。これもいらないでしょ。これ、石油発電所かなだよね。確認しよう。あ、石炭か。いらないですね。いらない。原発もいらん。核融合炉。すげえ。核融合。いくぞ。でーん。うおー。おお、なんか、なんか回ってる。なんか回ってる。なんか回ってる。なにこれ。すごい回ってる。かっけえ。なんかわかんないけどかっけえ。電気はあれ足りすぎてない。こんないらないよね。ちょっと予算多すぎだな。え、私の予算多すぎ？ちょっと電気減らそう。半分にしてもいいんじゃないの？全然。全然いいんじゃないの？4000。もう全然です。全然余裕です。超オーバースペックだな。あとはあれだね。完全にここだけでほぼ発電してるから、これが火事とかになると大変なことになるね、きっと。火事とか、シンクホールここピンポイントで来たらもう泣くに泣けないね。壊れてももう一回建てれるよね。どうなんだろう。はい。今回のモニュメント、核融合炉さんでした。ありがとうございました。さあ、ぼちぼち家も建ってきたね。需要も減ってきたんで、さっき言ったように、ちょっと多いぐらいの住宅建てた方が多分いいと思うので、建てましょう。ちょっと気持ち、低密度多めで。そうか、警察消防、いつも忘れるな。まず診療所を建てましょうか。診療所の隣に火葬場。合理的。不謹慎だけど合理的。消防署。学校か。忘れてたの、学校。学校はなんか住宅街の中にあった方がそれっぽく見えるな。あ、混むかな。まあいいや。高校も建てましょう。小学校もう一個必要かな。あ、足りてないね。小学校。黄色くなっちゃってるもんな。しばらくすれば建ててなかった気がする。こっちの方全然ないもんね。忘れがち、俺。小学校。あと何個か建てた方がいいな。この新しく作った住宅街。前々回作った住宅街名前つけときましょうか。首狩り族の村にしましょう、ここは。怖えー。近づきたくねえ。ここの商店街、これでもまだちょっとちっちゃいから名付けるほどじゃないかな。もうちょっと大きくなったらつけよう。首狩り族の村怖えなー。またちょっと周りから隔離されてるあたりが雰囲気出てるよね。よしよし、オッケー。あと忘れがちなのが、そうそうそう、特区を広げるのを忘れがち。条例とか指定してるからさ、ハイテク住居とかちょっとちゃんと広げとかないと漏れるね。ハイテク条例がこちらにも適用されるから、ほらほら、上がる。地価が上がって施設レベルアップしていきますね。ほらほら、建て替わってる。そっか、ここの住居全然特区指定しないのか。ここもちょっと特区しましょう。ハイテク。応援とレクリケーション重視。これもつけた方がいいかなーって気がするね。これもう全体につけた方がいいかな。全体につけましょう。応援、景観予算 20% 上昇だって。どう？大丈夫？景観の予算って今どうなってる？ 3400。全然だもん。大丈夫。全然大丈夫っす。つけよう。はい。で、ここの地区も名前つけましょう。こちらは犬神家の親族。つけきよさんに年1ぐらいで会うような感じの人たちがいっぱい住んでますね。はい。あとそうだ、コメントで提案もらったんですけども、島っていうか、この町の外周道路を作りたいんだよね。ぐるっと周りをこう、囲むように走る高速道路。ちょっと作りたいんだよなぁ。うん。ちょっと作ってみるわ。どっから作り始めようかな。買い物中毒の裏あたりから。ただね、高速だけ通してもうまくインター作んなきゃ意味ないからね。インターもうまく作れる幅が欲しいんだよなぁ。やっぱりこっちかな。このあたり。このあたりに作りましょうか。とりあえず今日は、買い物中毒オフィス街から、どうしようかな。本バッタまで作るか。ここ大変そうだけど、抜けるの。本バッタまで作りましょうか。普通に高速道路防音壁付きを2方向で作るのかな。これが限界か。値段変わらないのかな、高さ。ベースが300。低くすると。180。あ、値段変わる。やっぱ違うね。まず試しに片方向だけ作ろうか、じゃあ。片方向だけの高速を作ります。反時計回り。コンバッタから買い物中毒まで行く高速を一旦試しに作ってみましょうか。精が出る塔への橋を上を通って、ここに引っかかるね。引っかかるね。ってなると、やっぱり、一回こっち迂回して、ここを通すのかな？こんな感じ？よっ。よっ。こう来て、ここをぶっ込む。ガーってぶっ込んで、ここら辺に来るか？これは道路うまく通すの大変だな。地下通すか。地下通せばいいか。あ、いけるいける。いけるね。そうそう。小刻みにトンネル掘った方がいいっていうアドバイスもね、いただいたんで。皆さんのね、知恵がとてもとても助かっております。ちょっとここでインター作るとこまでは行きたいですね。はい。よし、じゃあインター作りましょう。ここら辺からかな。おう、こんな感じかな。あ、間違った。反対向き。はいはい。そうか、ぶつかるんだな。こっちから来て降りる車と、こっから登る車がちょうど車線逆なんだよね。ぶつかっちゃうのか。であれば、ここからちょっと膨れる形にして、こんな形にしてあげます。ここから降りてくる方は、これで、降りる車、こっち側から来て、スムーズに左車線入れるし、高速に乗る車も、こっち側からスムーズに入っていきますね。うん。そうですね。まあ、まあ先作ってないんだけど。こっちはこれでいいね。で、一方で本バッター。そっか、橋ができてるな。この橋いらねえな。橋があると多分これ繋げらんないよね。無理だよね。橋できるな。あ、刻みに行けばできない。OK。不足なテクニック。方向が違う。こっち。はい。お、意外といけた。ここから入って、あ、そっか。今度は、インターの向き逆だから、こんな考えなくていいのか。クロスする必要ないんだ。こいつとそのままこっち行けばいいのか。どうだ？いいんじゃない？いいんじゃない？いいんじゃない？オッケー。じゃあ、ちょっと、まだ途中ではございますが、運用開始してみましょうか。あ、いいですね。気持ちいいよ、この道絶対。右にグレートウォール、左なんもなし。元海。おー、着いた着いた。買い物中毒。地下を通りまして、インター、こちらも出来たてほやほやでございます。おー、いいじゃん。お、来てる来てる。お、来始めたかな。さあ、ここ、あー、いっぱいなってるな。これ雨降ると水の量も増えたりするのかな。あ、せっかく綺麗になった海がまた汚くなってきたんじゃねこれ。あー、ちょっと汚れてきたねー。こっちは全然大丈夫だけどね。やっぱここだな。まあ、エデンプロジェクトですかね。最終的にはエデンプロジェクト力技で解決してしまうというね。はい、じゃあ今日はこの辺りでおしまいにしたいと思います。次回もまたね、外周高速道路、これ通していきましょう。ちょっと楽しかったわ。はい。あと、モニュメントもね、次回また1個建てましょうか。ちょっとまだ多分ね、特殊施設アンドックできてないのが結構あるから、そのアンドック条件で苦しむような気がするんだよね。というところで、良ければチャンネル登録、また面白かったら動画の高評価していただけると嬉しいです。またツイッターやってますので、動画概要欄からアクセスしてフォローの方お願いします。はい、ではまた次回の実況でお会いしましょう。バイバイ。